今日は僕の方でマイクロスコープを用いた歯根端切除というあの外科的しな内療法ですねのお話をして歯根端切除ってどうしてもあの必要な時があります切らずに済むならばそれがやっぱり素晴らしいんですけどもどうしても頼らないと治せないケースありますので一つの武器になりますで知ってれば割とできることもあってで知らなくて苦労した経験がすごいありましてその辺の勘どころも後で少しできたらなと思いますじゃあ始めます 子根切除がなななぜ必要なのか根幹治療に100%ってないですね例えば根栓口外のバイオフィルムがあってそれが原因で治らないとかあとそうですね、まあ、珍しいですけど根幹がすごく閉鎖しててなのに病変があるとそういうケースもやっぱりあると思いますあと根幹治療が不可能な歯がある例えばあのこのコアを外したらもう外せるかわからないようなコアが入ってるとかそういうのもありますよねであとマイクロスコープが出てきたおかげで飛躍的に成功率が上がったこれが多分一番大きいと思います で、四根端切除の成功率ってどのくらいなのかというと、よろよろの紙で申し訳ないんですけど、これすごくいい論文なんで、ぜひ皆さん読んでもらいたいんですけど、たくさんのいろんな論文が四根端切除を昔からあって、で、マイクロスコープが出てくる前と出てきた後で成功率を比較した論文がこちらです。で、マイクロスコープを使った四根端切除はだいたい95%ぐらい成功します。たくさんの論文まとめると。で、 マイクロスコープを使ってなかった時代は成功率は59%ぐらいでしたよということがこの中で書かれています。なので、まあ、大体9割5分ってことは、まあ、ほとんど治るんですね。あの、マイクロを使って子根炭切除が適切にできればほとんど治る。逆に使わないと再発する可能性が高いんじゃないかっていうふうに考えて正しいかなと思います。 例えば、根幹治療に100%はない。あの、根幹をたくさん拡大形成していくと、最後は歯がなくなって、菌もいなくなるけど歯もなくなるという状態になると思いますね。この歯ですね。こちら、両辺がこのように、ちょっと見づらいんです。パ,パノラマなんですけどね。あの、ありまして、で、こちらちょっとあんだから、まあその辺もあって治らないのかなという判断で、根幹治療したんですけど、再根幹治療、ぶっとく形成して、 こんだけ広く形成したら治るだろうと思ったんですけど、3ヶ月ごとに経過を負ったんですけど、全然治らなくてですね、なんでかな、な,なんでかな、という感じで、で、虚則から肺脳があったりとか、痛みもあったので、歯根炭切除をするしかないかと諦めて、結果的ない療法をやることになったんですけど、7番なんで、ちょっと歯根炭切除ができないということで、採食をしました。採食して、3ミリ切って、下から MTA を入れました。 で、こんな感じで、あの、補鉄したんですけども、病変は治ったんですけど、ちょっとここ、分岐部黒いの分かります、まあ、なんとなく分かります分かりづらいと思うんですけど、ね。で、あの、病変消えた段階で、やったって言って喜んでたんですけど、先生、ファーケーションプローブが入っちゃうんですけどっていう風になって、あ、まずいと。これ、見たら分かると思うんですけど、やる前とやった後で、 これから、ここに行った時に、だいぶ上に伸びちゃってるんですよね。あの、彩色をして、しばらく噛ませたら痛そうだからって言って、テック入れなかったんですよ。そしたら、どん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 伸びてきちゃって。そしたら、このルートトランクがかなり上の方に移動してきてしまって、分岐部病変になりやすい範囲になっちゃったんですね。分岐部になっちゃって。で、せっかくやったのに、ちょっと、 こんな感じで、あの、患者さんも、あの、肺のがしたりとかして、ちょっと困ってしまったので、まだ、グリックマンの分類で言うと、3級にはなってなかった、リンネの分類で言う2度で止まってたんですよ。スルースルーにはなってなかったんで、で、フラップもマージンのところでまだ被ってたんで、あ、ギリギリ再生療法いけるかなと思って、M 度ゲインと GTR をして、で、対応して、無事ポケットもなくなって、なんとかなったっていう症例なんですけど、この人、実はこの後、5年ぶりに、開業して5年、 丸々立っっったたんんでですすけどいらっしゃったんですよ5年間 LINE あついに途絶えてて痛くも痒くもなかったら来ない人なんですよねで久しぶりに来ておおどうしたんですかって言ったら先生がやったこの葉なんかまた海出てきちゃったんですけどって言われてでレントゲン撮ったらですね縦に割れちゃってたんですねでああやっぱりまああの一生懸命やったんだけどこういうこともあるんだなっていうあとまあ外科しかできないケース例えばこれ他の歯医者さんあの日本橋で開業してるんですけど 日本橋の近所の歯医者さんで、重心療で根幹治療しましたと、半年通ったって言ってましたがね、で、どんな治療したのかなと思ってたんですけど、まあ、こんなふうになっておりまして、結局、全部 MTA 入ってるんですね、これ。で、ここには、昔飛び出してしまったであろう、アクセサリーポイントが上がったパーチャーが突き出しておりまして、これ全部 MTA 入ってるんですね。で、CT で撮るとかなり大きい病変があってこ、ここも回転してなくてあれなんですけど、まあ、かなり病気大きいですよね。 なのであので口外痕も包むような感じであの非常にシビアなケースなんですけど、まあ、こんな感じであの分かりづらいんですけどしこんた切除をして早送りしましょう、まあ、肉毛をこう走破して で、コンセン戦三ミリをカットしていきますね。で、これ MTA が見えてきたわけですね。本当はエアー使っちゃいけないっていう意見もあると思うんですけど、ちょっとまあ私は結構使っちゃうんですけどね。で、こう見ていくと、鋼外根が見えてきたんで、そこも一緒に切るかと。こういう感じで。で、なんか、あのー、 歯根断をよくやってると結構こういうなん,かなんていうんですかねあの,みたいなのが出てくるそれは何かっていう僕分かんなかったんですけど <laughs> 田中俊典先生がおっしゃってたのはあれはコレステリン結晶ですよっていうふうにおっしゃっててあああれが噂のコレステリン結晶なんだなと。 小がコンで切る時にタービン届かなかったんでこの時は普段使わないんですけどストレートにフィッシュアバーつけて切りましたで見てただ破折がこの時はラッキーなことになかったんであよかったこれは残せるなという感じでちょっと飛ばしますね削っていくとちょっとガタパッチが出てきたりするんですね で、MTA を詰めていってこれはちぎれたガタパーチャーをこう押し込んでるやつですね、うん、こんな感じでちょっと長いんで終わりにしますね <laughs> 終わった後、三3か月後であの、だいぶよくなってきてくれたかなと例えばあと別のケースこれはあのよくご紹介してくれる先生から「北條くんどうしようこんなんになっちゃった」と確かにこれは大変ですよねこここれれ見た時に、ああ、もうこれはこう、は、上から 再治療を試みてもいいんですけどもっと突き出しちゃったらどうしようってなるじゃないですかなんでやっぱりこれは外科で対処した方がいいかなと判断しましたでやっぱりこう突き出してしまったものの周囲がですね除湿度粘膜がかなり飛行してて炎症の起因物質になってるのかなと思いましたこの CT でこんな風になんかあのネギが生えてるみたいな風に見,見えて面白いなと思ったんですけどで採食をしまして 同じように 3mm 切って 3mmmta 詰めて意図的彩色は基本的には上下の7番に私はやっててであと音外交が近接しすぎてる下の4号番とかあとまあそうですね上枠度に本線があまりにも入っちゃってるケースとかそういうのはまあ意図的彩色で対応しなきゃいけないのかなという感じですただまああの一回抜かなきゃいけないんでやっぱり失活死ってすごい割れやすいじゃないですか 無事に抜ければいいんですけど無事に抜けないことも考えてなるべく手根炭切除で対応した方が、まあ、意図的退職が最後の最後の手段かなと考えてますさっきのやつねあの引っこ抜いてくるとここになんかバイオフィルムっぽいものがついてたりとかしてあのあこうやってこう炎症って引き起こされるんだなと感じましたあのこの方は紹介元に戻してもう5年近く経つんですけどその先輩に会うと未だに「お前が抜いて戻してくれた患者さんちゃんとあの歯使えてるよ」って言ってくれるんであ良よかったなと やってよかったなと思ってます。あと、こういうやつ。下科の失敗症例に対するアプローチ。あの、柳沢先生とかは、これもコンベンショナルで行くのかもしれないですけど、僕は、こういう下科症例で大きな失敗してるケースを見ると、あの、破説の可能性があるんじゃないかなと思うので、破説の確認はやっぱり、フラップ開けて、試行速から見た方が確実かなと思うんで、下科の失敗症例は一応下科でアプローチするように、私はしてます。 あの、これも私の先輩が、あの、2年前に試根端切除したんだけど、ちょっと再発しちゃったから、ちょっと見てくれないって言われて、見てみました。再下化って結構やるんですよ。私、今年に入ってからだけでも、三症例やってるんですよ。かなり、再下化ってなんか最近多くて。で、いつも思うのは、フラップ開けるときに、すごくフラップ開けづらいんですね。反根、 してるとこんな感じなんだな、という感じで。で、まあ、染めてみると、一周ぐるっとこうやって、強拡大で見ていただいて、割れてると思ってたんですよ。でも、前週何回も何回もしつこく見たんですけど、割れてなかったんで、あ、これは、あ、やったら治るかもしれないと。という感じで、こうやってレトロチップっていう、あの、こう、くの字に先端が曲がってる、あの、 超音波チップがあるんですけど、それを使っております。で、こうやって見ると、まだガタパチャ残ってるなという感じで、何度も何度もレトロチップで洗浄したんですけど、取れなくてですね、しびれ切らしてですね、もうすぐ出てくるかな。これ H ファイルをブローチフォルダーにつけて、レトロプラガーみたいな感じで曲げて、ガシガシやってたんですよ。そしたら、 まあ最後取れたんですねこうやってでまあ最後取れたんですよねこうやってもう諦めた方がいいかなと思ったら最後こうポロッと取れて、ね、取れたんですね,ね取れてますね あとはどうででもいいんで飛ばしますねあと MTA をこう詰めて詰めて詰めまくるとでこう後ろから出血がありそうなケースは免許詰めながら MTA 詰めていただいた方がやりやすいかなと思いますで MTA をこう詰めてでその後ですね で、下下にどのぐらいのタイミングで踏み切るんですかってよく聞かれるんですけど、何ヶ月っていう決め方はないです。根の治療して、あ、これは治らないんだなって判断したタイミングが、要は、あの、下下に踏み切るタイミングなんで、必ず3ヶ月待つとかそういうのはないです。根幹治療を自分の中で必死でやったのに、例えば1ヶ月後に再発してボンと腫れてしまったとか、そういうケースはもうあの3ヶ月待たずに踏み切ってしまいます。逆に、病変が3ヶ月半年ってこうデンタルで怪我を打ってっても、全然消えないと。そういうケースでも、 なければずっと経過を追います私の症例で再治療の時に出したやつ1年半かかってやっと病変がなくなったっていうケースもありますんで何ヶ月で試根鑑やりましょうねっていう明確なものは絶対ないかなと思ってます待ってれば治ってしまう症例っていうのはあります、ね、で例えばこういうやつ下手くそのは根性してありますけどここから治療して3ヶ月経って6ヶ月で全然全然病,病気治んないですね 1>, 1年経っても治らないと1年半やっとちっちゃくなり始めたとねでこの間2年二年後経ってもう,もうちょっとちっちゃくなってましたねでこんな感じであの根の治療をした後に PI っていうのはペリアピカルインデックスっていうあのもので病気の重症度をこう示してるインデックスがあるんですけどそれがこう10ヶ月20ヶ月30ヶ月40ヶ月50ヶ月あの最初の 3ヶ月とかで勝負が決まるわけじゃなくてずっとずっとあの年月経ってやっとあの影がなくなるとかそういうものもあるので早めにこう決断しちゃいけないんだなっていうのの目安にこの論文僕は結構気にしてます。